高さはどう変わるかな？ねえねえ、誠さん、一つの量が変わるにつれてもう一つの量も変わっていくものを探してみない？そうだね、香織さん。どんなものがあるかな？そういえば、こんな勉強もしたよね。正三角形の周りの長さを考えたよね。そういえば、4年生で勉強したよね。一つの量が変わるにつれて、もう一つの量も変わるもの。といえば、釘の本数と重さはどうかな？こんな表になるよね。誕生日が同じ兄と妹の年齢はどうなるかな？こんな表になるね。じゃあ今日は容器に1分あたり4センチメートルたまるように水を入れるときの時間と水の深さの関係を調べてみよう。時間と水の深さの関係を表に書けるかな？上の段に時間を書くよ。下の段に水の深さを書こう。1 2 3 4 5 6 4センチ、 4×2 で8センチ、 4×3 で12センチ、 4×4 で16センチ、 4×5 で20センチ、 4×6 で24センチ。時間と水の深さの関係が表に書けたね。じゃあもっと時間と水の深さの関係について詳しく調べてみよう。時間が2倍になると水の深さも2倍になるね。では時間が3倍になると水の深さも3倍になるね。これは表のどこを見ても一緒かな。2倍。時間が2倍、3倍となると、それに伴って水の深さも2倍、3倍になるっていうことね。このような時、水の深さは時間に比例すると言います。じゃあさっきの釘の本数と全体の重さは比例するのかな？全体の重さは釘の本数に比例します。兄の年齢は妹の年齢に比例するのかな？表に書いたらこうなったよね。兄の年齢は妹の年齢に比例しません。では最後の問題。直方体の縦を3センチメートル、横を5センチメートルと決めて、高さを1センチメートル、2センチメートル、3センチメートルと変えていきます。直方体の体積は高さに比例するかな？
直方体の体積と高さの関係を表に書けるかな。じゃあ今度は高さを上の段に書いて、体積を下の段に書いてみよう。1、2、3、4、5、6、15、30、45、60、75、90。直方体の体積と高さの関係を表に書けたね。直方体の体積は高さに比例するね。